うわ気持ちいい。よいしょ、皆さん気をつけてください。 OK、 ちょっとこっちにはねベーコンを入れてみようと思います。ベーコンとバター、いい感じ。弱火で蒸し焼きに1分します。 OK、 1 2何年ぶりやろ調味料測ったの。よいしょ、はいとじゃじゃーん、完成。せーのでさん、はい、今日は「ラヴィット!」でも紹介されていたこちらの名前何だっけはんぺんのとろけるチーズ和風はさみ焼きと余ったベーコンと目玉焼きとアサヒのハイボリーを今日は食べていきたいと思います。なんかめっちゃ美味しそうやねんけど。ということで、まずこちらのハイボリー、アサヒハイボリーからいただきたいと思います。いい音。せーのでさん、はい、いただきまっちょ。乾杯。チーン。うん、あら上品なハイボール。微炭酸やからか、微アルコールか、微アルコールやからか、すごい濃くなくて、なんかめっちゃあっさりしてる。で飲み終わった後がこうハイボールってよくクワーってくるイメージねんけど、なんかもうスパッみたいな、なんか離れていく、アルコールが離れていく。めっちゃ「おーい」っつって「どこー」っつって、ほんまにそれぐらいなんかすっごいすっきり飲めちゃう。ちょっとなんか燻製のようなスモーキーさもあってね、美味しゅうございます。うん、ちなみにこのアサヒハイボリーっていうのはこれのハイボールバージョンです。ぜひみんなを飲んでみてください。アルコール度数 3% なんでね、飲みやすいハイボールだと思います。うん。ということで、こちらの方食べていきたいと思います。これ見てください。チーズがな、はみ出るぐらいにとろっとしてる。すっごいとろっとしてんで。うわ、はんぺんとチーズって、あらやだ、いただきます。うん。おいしいわ。私あんまりなんかはんぺんって食べることがなくて買うこともあんまないと思うねんけど、おでん、はんぺんといえばなんかおでんのイメージが強いねんけど、はんぺんってなんかこんな美味しくできるんや。はんぺんうますぎんねんけどはんぺんアレンジ料理最高やねんけど、これマジうまいねんけど、簡単やしさ、つまみにもめっちゃいい。うまい。味薄いかと思ったけど全然そんなことないわ。で、私ちょっとやりたかったんけど、もう一個の方もちょっと一回食べてみますね。もう一個の方は私は個人的にね、ベーコンを入れてみました。美味しい。ベーコンが入るとさ、ちょっとなんかこう柔らかさがなくなるというか、ちゃんとなんか個体が入ってきたって感じで、これに卵をこうやって割ってつける、それでいただくうんまっ、これがしたかったよ。これこれはうまいわ。ちょっと朝ごはんにさ、今日食パン買ってないねみたいな時とかめっちゃいいねんけど、これ笑っちゃうぐらいうまい。卵の黄身つけるのやばい。うわ、うん、これめっちゃいいねんけど。あれ、はんぺん、これちょっと冬流行りそうやな。止まらへん、マジふわふわ。うん、こんなんすぐなくなるで。スタッフもう一枚お願いしますみたいなぐらい、ほんまにすぐなくなっちゃう。いやー、こらええな。なんか生卵入れるのはどうしたらいいんやろな。真ん中にさ、目玉焼きみたいなの入れたら美味しいと思わへん。多分みんな思ってると思うねんけどさ。すごい。どんだけはんぺんを口の中に放り込んでも噛めばはんぺんがなんかもうヒューってなっていくねんやん。だからなんかすぐなくなっちゃう。あ、食べたっけってぐらいわからんくなる。なんかあれみたいな、これ一つ目みたいな感じです。私「ラヴィット!」さんの作ってるシーンは見れなかったんですけど、インスタグラムをフォローしてて、そのインスタグラムから検索いたしました。みんなもの参考にする際はぜひインスタグラムの方もチェックしてみてください。最近はインスタや YouTube や TikTok や Twitter やいろんなところにレシピがね載ってるからね、すごいありがたいですね。誰誰やば、一瞬でなくなった。あと最後のこれだけ。なんかミニはんぺんみたいになって持ってる。いただきます。お口ちっちゃいから一口で食べれないよ。あまん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 、開けれない。はい、ということでね、今日はこちらのはんぺんのレシピでした。いや、本当に美味しかった。マジでなんかマジ卵の黄身つけたらまたさらに美味しかったから、ぜひ皆さんもやってみてください。ということで、せーので3、はい、ごちそうさまでした。じゃんじゃん、美味しかったよー。ほなー、バイバーイ。ぜひみんなも作ってみてね。いやマジで美味しかったんけど。バイバーイ。